どうもまいまいです。今日は能率手帳ゴールドを買ったのでその紹介と、あと私が来年使う予定の手帳を手帳会議2022ということで紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。ではまず能率手帳ゴールドから紹介していきたいと思います。能率手帳ゴールドはノルティさんのフラッグシップモデルですね。フラッグシップモデルというのは製品の中での最上位モデルということになってます。で、これは高級羊革でお値段が5500円になってます。これはゴールドの中の小型というものですね。では開けていきましょう。箱に入ってるのがそもそも高級感がありますね。で、カードが入ってました。じゃーん、黒くてツヤツヤの手帳になってます。めちゃくちゃ軽いです。羊の皮なんですけど、なんか薄く貼ってあるらしくって軽さも重視されてるみたいです。で、この小口側面が金色の箔になってます。これは本金加工になってて、中身はオリジナル用紙になってます。紙はクリーム色ですね。で、中身は年間の予定表と月間のガントチャートですね。ガントチャートがついてます。で、ウィークリーが12月始まりとなっています。ここに年の中の何週目かっていうのが分かるようになってます。日曜日と祝日だけ赤色の表記になっています。で、ウィークリーが12月ですね。12月、来年の12月まであります。で、後ろにメモページ、方眼のメモページがついてます。横系のメモページもついてる。しかもこれあれですね、横系の方はミシン目が入ってて切り取れるようになってます。で、また方眼がついてて、最後に年齢早見表とかおまけページがついてます。で、差し込み式のノートが一冊ついてます。アドレスとメモのノートがついてます。で、しおりが2本ついていました。こんな感じ、手のひらサイズの小さい手帳になります。で、小型じゃないのは1センチぐらい、一回りちょっと大きめのやつがあるんですけど、なんで小型にしたかというと DNP に入るって噂を聞いたからです。ちょっと入れてみましょうか。メモを抜いて入れてみようと思います。挟むだけならこんな感じで入ります。分厚いけど全然挟むことができました。こうやって持ち運んでもいいですよね。で、なんで能率手帳ゴールドを買ったかというと、インスタとか見てると使ってる人がめっちゃ多くて気になったんですよね。で、やっぱり使ってる人が多いっていうのはそれだけ魅力があるってことなので、私も使ってみたくなって買ってみました。1年間ちょっと大事に使ってみようと思います。で、これは何に使うかというと、残す用の手帳に使う人が多いみたいだったので、まあいい手帳ですしね、残す用の記録というか、何年経っても見返せるような事実ベースの記録、感情とかじゃなくて何があったとか、そういう出来事を書いていく手帳にしようと思います。なんか箱の下に入ってた、なんかメンバーズクラブがあるんですよね。買った人が入れるみたいなやつ。
みんな入ってるんでしょうか。どうなんだろう。ちょっと後で読んでみたいと思います。あとメモが2冊入ってました。告知が金になってます。へえ、すごい。これもミシンメイリーの横系ですねのノートが2冊ついてました。アドレス帳じゃなくてこっちを挟んでも良いですね。小口がゴールドっていうのがいいですよね。こんな感じの手帳になります。裏抜けチェックをしてきたので見ていこうと思います。で、裏抜けチェックは後ろのアドレスのメモ帳にしてきました。こんな感じです。感想としてはいい紙だし万年筆と相性がいいかなと思いました。裏はこんな感じで、これねテストっていうのを2つをエナージェルで書いて、これはサラサでこっちはブレンなんですけど、エナージェルがね裏にじみしてますね。でこっちもエナージェルだけにじんでますね。エナージェルって結構にじみやすいペンなんですね。知らなかったんですけど、濃いからしょうがないのかな。こんな感じになりました。で万年筆についてはここら辺なんですけど全然大丈夫ですね。万年筆に向いてる紙かなと思います。ゲルインキのボールペンとかはちょっと書いたの分かるかなって思うんですけど、万年筆は全然目立たないなと思いました。でこっちはペンですね。カラーペンとハンコを押しました。こんな感じ。カラーペン、マーカーは大丈夫、マイルドライナーとかは全然大丈夫ですね。でクリーンカラードットはちょっと抜けます。クリーンカラードットはちょっとにじみます。で ABT も大丈夫で、ハンコですね、ハンコはちょっとね向かないかもしれないですね。これは色模様なので油性のインクなんですけど結構わかりますよね。でこっちがバーサマジックで水性のインクなんですけど、まあ、水性の方がまだマシかなぐらいで、結構ハンコはうーんって感じだと思います。裏抜けに関してはこんな感じです。で髪ね、髪の色クリーム色はロルバーンで見慣れてるので特になんとも思わなかったんですけど、一般的な手帳としてはかなり黄色いですよね。これがロルバーンなんですけど、ロルバーンよりはちょっと白い、ロルバーンの方が黄みがかった色かなと思います。線がグリーンなのがちょっとクラシカルで高級っぽくていいですよね。で、能率手帳は月間ブロックがないんですよね。いわゆるこういうカレンダーがついてなくて、それが月間予定表がその代わりになってると思うんですけど、珍しいですよね。私は使う予定はなかったので逆に良かったかなと思います。能率手帳ゴールドなんですけど、ノルティさんの公式サイトでは内入れができます。ここら辺に確か内入れができたんですけど、それがちょっと高かったのかな、高かったので今回は見送りました。楽天ではポイントも使えるし、お得に倍率がつくので楽天の方がお安く買えます。概要欄に私が買ったお店のリンクを載せておくので、もし気になる方はチェックしてみてください。では手帳会議2022ということで、来年使う手帳の使い方を紹介していきたいと思います。まあ手帳会議っていうかあれですね、発表会議ではなくてもう決まったので発表ってことなんですけど、まず何から見ていこうかな。で手帳を何冊使うかっていう定義なんですけど、手帳はカレンダー機能があって日付機能を使っているものかつその年限定で使うものとしました。なのでノートとかは含んでません。ロルバーンの使い分けなども過去に出しているのでそちらも見てみてください。じゃあまずロルバーンから重複するのでいっちゃいますか。でまずは縦型のロルバーンスリムですね。これは
YouTube のアップ記録に使っています。こんな感じで、あとメモのところは台本みたいな感じで使っています。で、次は横型のロールバーンですね。これは前回も言ったんですけど、普通にスケジュール管理に使っています。こんな感じです。で、次ロールバーンの1号の M サイズは文具の記録ですね。新商品の情報とか欲しい文具の記録とか、そういうメモを書いています。で、次はこの無印のバーチカルを見ていきましょう。これは本当に使い方シンプルで、時間の使い方を終わった後に書いてます。こんな感じで自分が何に時間を使ったかっていうのを可視化したくて始めました。簡単に色分けを説明すると、黄色は育児で、ピンクは自分の好きなことで、青とかはブログとか YouTube を編集したり撮ったりしたよっていう意味です。本当にざっくり分かるようにしています。で、次はこれアデリアレトロの手帳ですね。これは私は株が好きなので株のことを書いてます。株式投資ですね。こんな感じで自分が持ってる株のこととか、ニュースとか、関係ありそうなニュースとか、あと狙ってる株とかのメモしたりとかをしています。次は今日の数なんですけど、バレットジャーナルとして使っています。で、こんな感じで、まあ日々のタスクを書いてます。次はロールバーン紹介し忘れてましたね。これはデコ日記として使ってます。こんな感じで、なんかノートにデコしたいなって時とか、写真を使いたい時とか、分厚くなるなと思った時はこっちでコラージュしたりしています。で、次はほぼ日ですね。これはウィークスとオリジナルのほぼ日ですね。で、ほぼ日ウィークスでは3グッドシングスを書こうと思って買いました。本当にそんな数行しか書けないので、その日にあった3ついいことを書こうと思います。こっちは週のまとめとかを書こうかなと思っています。で、オリジナルの方ね。オリジナルは1日1ページなので、1週間にまとめてデコしたりしつつ、育児、子供のこととかを記録していこうと思います。で、あとノーリズ手帳ゴールドですね。これは事実ベースのこと、あったこととか予定とか自己記入で残していきたいと思います。振り返った時にこれを見れば何してたとか分かるようにしたいと思います。で、手帳は他にもあるというか、システム手帳とか TNP とかはカレンダー機能を使ってないので、今回は手帳に含めませんでした。というわけで、私の来年の手帳はこんな感じになりそうです。また使っていったらね、使わなくなったりとか内容を変えたりするかもしれないんですけど、とりあえずはこんな感じでいこうと思います。収まりきってないですね。ちなみに全部で9冊あります。で、私こんなに手帳を使うのは初めてで、去年とか本当に1冊も使ってなかったので、こんなに続くかなとはちょっと心配なんですけど、まあ楽しめる範囲でやっていこうと思います。では今日の動画は以上になります。見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。